シングルベース火薬シングルベース火薬とは、ニトロセルロースだけを機材とし、硬化剤、安定剤、関連剤、消食抑制剤、消炎剤を添加した無塩火薬の一種。無塩火薬の中では安価であり、主に消火器の発射薬として使用される。静電気防止のために、黒鉛光沢処理を施されているので外観は黒色の粒になっている。 アメリカ軍製式採用の M1、火薬にトロセルロースの形を形成するために添加され、安定剤を兼ねるものもある。過素剤、または、不揮発性溶剤と呼ばれる場合もある。酸化剤系と燃料型がある。酸化剤系燃料型にトロセルロースには、自然分解を起こす性質があるため、これを抑制して、火薬の寿命を伸ばすために安定剤を加える。 火薬の燃焼速度は粒の表面積に影響されるが初期の燃焼速度が速くなりすぎて圧力が急上昇するのを防ぐ目的で点火される通常は火薬粒の表面から染み込ませることで表面を内部よりも関連性にする重心内部が焼けると銃の寿命を縮めることになるため銃の寿命を伸ばす目的で点火される銃口から出る炎には 薬室内での燃焼から出る一次加炎と、重光から出た後で、空気中の酸素と反応して出る二次加炎がある。二次加炎の方が気度が大きく使用者の視界に悪影響を与えるため、これを抑制するために添加する。ただし、カリウム分を添加しすぎると、今度はガス中の粒子分が増えて、煙が使用者の視界に悪影響を与えるため添加する。バランスが難しい。 火薬表面の電動性を良くして静電気がたまらないようにする。火薬粉末の流動性を良くして転生を良くする。ありがとうございます。